おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔見せてくれるよ。皆さんこんにちは、滝沢でございます。本日は、リクエストにお答えいたしまして、クリームパスタの素を、作ってみようかなと思います。普通に作っていくんですけれどね、ちょっとこの一人暮らしならでは的なね、サムシングがあるかもしれませんので、よかったら参考にしていただけますと幸いでございますということです。はい、まず材料の確認をしてみましょうか。材料の確認。まずベーコン、すみません、ちょっと開けててあって、すみません、ベーコンと、パスタと、玉ねぎという感じです。あとはそのえのきとかあった方がいいんですけれども、その辺はまあお好みで入れてみてくださいませ。とりあえず、えのきが今冷蔵庫の中になかったので、とりあえずこの3つで作ってみます。で、ちょっとね、パスタがなぜこんな姿になっているのかとか、そんな話はですね、お用意させていただきますので、ちょっと後ほど、いろいろとお話をさせていただきながら、作りながらいろいろとお話をさせていただこうかなと思います。で、味付けとしては、白ワインとコンソメとバターと、あとニンニクと、あとクリープ。で、あったほうがいいものとしては、バジル、オレガノ、ブラックペッパーなどのこの辺のスパイスという感じですね。ちょっといろいろとお話をさせていただきます。作りながら。とりあえず、玉ねぎを切りましょう。先ほども言いましたけれども、ね、そのブナシメジとかあったほうがね、ちょっとそれっぽく仕上がるので、もしキノコがありましたら、キノコのほうも使いながら作っていくと良いかなと思います。で、玉ねぎはね、普通のスライスにしておきましょう。半分に切って、ヘタを取って、こんな感じで横にして、ちょっと薄切りのスライスにしていきます。こんな感じ。で、一人暮らしにとってそのね、食材を選ぶときの重要なファクターとして、何気にすげえ重要なファクターとして、食材の足が長いということがとっても大事でございます。やっぱその足が短い食材を買っちゃうとね、そこのをすぐ使わなければいけないし、最悪の場合、なんて言うんだろう、買ったはいいけどもね、全く使わずに、全く調理せずにそのまま腐らしちゃったみたいな感じになったりすることがあるので、なんかこの足が長い食材を選ぶようにすると良いかなと思います。ベーコンとかもさ、そのスーパーとか行けばさ、そのパックでこうラップされているタイプのものとかが安かったりとかするんですけども、そういうのってもう、ね、2日ぐらいしか持たなかったりとかするので、できれば足が長いもの、すぐに使う予定があればいいですけどね。自分の場合とかだと、こういう真空パックのやつとか、やっぱすごいもう足が長いんで、とりあえず一つ買っておいて、冷蔵庫の中に入れておいて、で、なんかちょっとどうしようかなみたいなときに、パペットを使えるように。常に常備しているという感じでございます。よかったらそんな感じで、足が長いもの、足が長いものというチョイスをしてみると良いのかもしれません。で、このパスタとかもね、これ冷凍なんですごく足が長いです。これも後でお話をさせていただきますね。とりあえず火にかけて、ベーコンと玉ねぎを炒めていきます。で、もしえのきがあれば、この時にえのきを炒めるんですけれども、ちょっとそれはまだの機会に、角度を変えましょうか。近づけます。ババンババン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 。で、最初、ちょっとベーコンを、ね、揚げ焼きっぽくしたいので、ちょっとたっぷりめのオリーブオイルを入れて、ベーコンをこう、ね、カリカリの状態に持っていくようにしましょう。オリーブオイルの中にそのベーコンの旨みを溶け出させるという目的もあるんですけれども、旨みを閉じ込めるなんていう意味もあったりとかします。で、食感を出すところもあるしね。こんな感じでちょっとたっぷりめのオリーブオイルを入れて、ちょっと揚げるような感じで炒めていきます。で、このパスタを食べているときに、このベーコンが一番のうまみの元だったりとかするので、ちょっと強めに塩コショウをしましょう。だから例えるならば、そのね、パスタは、ご飯じゃないですか。で、このベーコンはおかずみたいな感じになるわけですよ。なので、ちょっと強めに塩コショウをしておきます。で、このオイルの中にそのね、うまみを出させるような感じで、ちょっとこの揚げ焼きっぽく仕上げるといいかなと思います。で、空いているところに玉ねぎを入れておきましょう。こんな感じです。で、その間に洗い物をします。いい感じです。程よくベーコンが炒まっておりました。熱い。この時間やってきたら、普通に全体と混ぜ合わせて、玉ねぎを炒めていきます。ちょっと火を強めて炒めていきましょう。で、バターとかね、今回このね、こういうチューブバターとかね、偽バターで使ってますけど、これなんかさ、なんかこのバターが3分の1入ってて、3分の2はなんか別の油が入ってたりとかするんですよ。なんでこれかなり偽バターなんですけどね、結構これ使いやすくて、悪くないんで、いつもこれで代用してるんですが、こんなバターを使っていただいて、普通のバターでもいいです。こっちでもいいです。で、ある程度火が通ってきたならば、ここから味を入れていきます。
まず白ワイン。こぼして。そしてバター。ちょっといい。で、ちょっとお湯を入れます。このくらい。で、コンソメ入れて、うまーん。ちょっといい。で、バジルオレガノ入れるとね、ちょっとグッと洋食っぽくなるので、ね、この辺入ると面白いかなと思います。よかったら、真似してみてくださいませ。ちょっとでいいです。で、ブラックペッパーも、ちょっと、味付けるような感じで。で、今回の肝はこれ。僕、その日常的に牛乳全く飲まないんですよ。で、牛乳とかも何気にあれ 足短いじゃないですか。なんで、その僕はもう基本的に冷蔵庫の中でも牛乳が入ることは全くなくて、で、こういうクリームパスタとか作るときは、こういうクリープを使います。もし皆さんがその牛乳を冷蔵庫の中に常備されているようでしたら、お水、今お湯入れましたけれども、お湯ではなくて、普通に牛乳をね、コップ1杯ないぐらい、まあ、100ミリリットルちょっとぐらいかな、入れると良いかと思います。で、牛乳常備しない方は、僕みたいに牛乳全く飲まない方は、まあ、クリープとか置いておいてね、これめちゃめちゃ日持ちするんで。まあ、3倍ぐらいですかね。牛乳の代わりにこういったものを入れると良いかなと思います。で、こうわーっと混ぜ合わせると、まあ、だいぶそれっぽくなると、そんな感じの販売です。で、ここからちょっとね、火を通していけばもうソースが完成するので、隣でちょっとソースじゃないや、パスタを茹でる準備をしましょう。ちょっと待ってください。パスタを茹でる準備をします。ではこんな感じでお湯を沸かしてパスタを茹でる準備が整ったならば、まずこのお湯の中に塩を入れていきましょう。パスタにその、ね、塩味がちょっとついているついていないで、その仕上がりが全然違ったりとかするので、ちょっとでもいいから、塩味をつけておくと良いかなと思います。で、蓋をしておいてちょっと温めておくと。で、ちょっとね、見ていただきたいんですけども、これだとね、そのね、そのソースがですね、ちょっと少なすぎるんですよ。その麺がこれ全部ソースを吸ってしまって、すごいなんかね、パサパサになってしまうので、ちょっとお湯を足していきます。ちょっとニンニクを足して、食欲促進効果を狙い、ちょっとニンニクを入れて、お湯を足して、もうちょっとこうシャバシャバな感じで、仕上げておきましょう。シャバシャバな感じで。ちなみに、この状態から、こういうとろけるチーズとか、こういったスライスチーズとかね、こういったものをバーッと入れると、クリームチーズソースになります。そんなのもあったりとか。で、最終的にこれ、シャバシャバすぎてね、そのパスタに全然絡まないんで、仕上げにその小麦粉を、加えて、ちょっととろみをつけてあげます。手が空いたときに、その小麦粉をね、こんな感じでちょっと水に溶いてあげて、最後のその、ね、とろみ付けのときに使うようにしてあげましょう。片栗粉とね、違ってね、そのとろみの出方が、全然違ったりとかするので、めんどくさくなって、片栗粉とかで代用したいように気をつけましょう。片栗粉ではなく小麦粉です。お湯を沸きました。で、ここから、パスタを入れていきます。これ、ちょっと気になっている方はいらっしゃるかと思うんですけども、これ何かっていうと、そう、ね、水につけたパスタです。水につけて一晩置いたパスタを 140g ずつ小分けしています。2時間、3時間以上経てば、ね、別に十分だと思うんですけども、自分はその大きいボウルにバーンとこうパスタを浸して、一晩、たまに置いたりとかするんですよ、一晩。で、一晩置いて、このバーッとふにゃふにゃになるんですけども、ふにゃふにゃになったものを 140g ずつこんな感じで小分けにしています。こうすると何が起こるかっていうと、ね、めちゃめちゃ早く茹で上がるです。ちょっとまあね、塊になっているからね、茹でるときに少し気をつけなきゃいけないんですけども、大体まあね、2分ちょっとぐらいで、普通に茹で上がるです。すげえ楽じゃないですか、10分とか茹でなくていいんですよ。2分くらいで全部茹で上がるんです。しかもなんかその1食分1食分でその小分けサイズにしておけばね、使うときにそのさっとささっと使いたいとかするので、この方法、何気にすごくおすすめでございます。大体2分ですね、まずは。目安として。で、こちらのソースもだいぶいい感じだと思いました。ちょっと味見をしましょう。うん、いいんじゃないですかね。ちょっと塩コショウを打つのを忘れましたね。ちょっと味がない。もうちょっと塩コショウをして、少し火にかけながら、ちょっと周りの方を燃えないように気をつけながら、結構いろいろ物が近いですからね。そういったことも気をつけながら、最後にちょっと小麦粉を入れて、とろみをつけましょうか。
で、このとろみをつけるとき、多分こう見ててね、こんなシャバシャバでいいのかなぐらいでね、割とちょうどよかったりとかします。あんまりここで硬すぎるとね、あとでパスタ絡めたときにね、すごいもうね、これまたすげえパスパスやったりとかするので、気持ちこんぐらい。ちょっとなんかこのね、これちょっとシャバシャバすぎねえかなって感じしませんか？シャバシャバすぎねえかなって思うぐらいが何気にちょうどいいです。このままパスタにこのままの粘土で絡んだらちょっとシャバシャバすぎんだろうぐらいが一つの目安です。そうするとね、パスタを絡んだときに、ちょうどいい感じの硬さになるかと思います。これでソースは OK。あとはその麺が茹でれば OK なんですけども。水分。で、まぁ、あ、ちょっと合間にこの味見をしてみてくださいませ。普通の乾燥パスタから茹でるのと全然違って、ちょっとね、この味見をするときに、ね、少しね、注意点があります。普通の乾燥パスタだと、その茹で残しがあるとき、まあ、つまりもうちょっと茹でなければいけないとき、このね、食べてみたときにね、そのね、パスタの中心にこの芯が残っている感じがすると思うんですよ、普通の乾燥パスタの場合。でも、この水揚げの場合は、この、もう水分はその中心まで通っているので、食べてみてそう、ね、感じてほしい、ちょっと、ね、目安にしてほしいのは、ね、粉っぽさです。茹で上がりが足らないと、ね、すげえふにゃふにゃで柔らかくて、ね、すげえ粉っぽい感じがするんですよ。けど、その粉っぽい、やばい、これすげえやばいな、すげえ茹ですぎじゃないかなって思うかもしれないんですけれども、逆なんです、逆なんです。粉っぽい、柔らかいって感じたら、ね、もうちょっと茹でると、ね、すごい芯が出てきて、コシが出てきてです、ね、艶が出てきて、もちもち感が出てきます。で、この奥に感じる粉っぽさみたいなのがなくなってくる感じですね。で、ちょっと気持ち、もうちょっとかなぐらいでまず揚げる。気持ちもうちょっとかなぐらい。で、こっち側のパスに火をつけて、そのパスと絡めていくわけなんですけれども、この時にね、そのこっちの水分が、こっちの水分をパスタが吸って、すごいちょうどいい感じに仕上がるので、ちょっと芯が残っているかな、もうちょっといった方がいいかなぐらいで、すごく良い感じになるかと思います。で、少し全体的に、ね、その炒め合わせるという感じが、これ水分を吸わせたりとか、ソースを絡める意味で、ちょっと煮詰めます。ちょっと軽く。で、これを動かして、盛り付けの準備をしていくと。で、パスタ系を盛り付けるときは、ね、こういうその白いでっかいお皿、こういうのがもう鉄板です。もうこういうのが、ね、一番ベスト。もしなかったらいいんですけれども、もしこういうのがありましたら、絶対こういうのに、盛り付けるとすごくいい感じに、なります。うん、こんな感じ、こんな感じ。で、バーテンスポットが絡んだならば盛り付けをしていきましょう。ひねりながらちょっと高さを出す感じで。握りながら高さを出す感じで盛り付けをしていきます。結構さっきシャバシャバだなと思ったんですけども、こんな感じ見るとすげえちょうどいい感じはしませんか？ね、炒めながらそのクリームの、成分といいますか固まってきて、なおかつ水分も飛びまして。パスタがその水分を吸って、ちょうどいい感じに仕上がったと思うんですけど、どうでしょうか。まあ、この辺の硬さはね、その好みがいろいろあると思うんで、皆さんの好み調節していただければって感じなんですけど、目安としては、こんなのかなと思います。で、ちょっと崩れちゃったな。最終的に、パセリと、あと粗挽き胡椒と、最後に仕上げにパルミジャーノ、パルメザンチーズか、パルミジャーノじゃなくてを振りかければ、完成という感じです。はい、何杯、ちょっとなんか、ね、この辺のたまりっぷりがなんかあんまりこう美しくない感じですけれども、ちょっとこれをこのスマートに着たかったな。まあ、こんな感じ、バクリームパスタという感じでございます。牛乳を使わないというのが、ね、ちょっと一つのポイントになってくるかなと思うんですけど、どうでしょうか。もし皆さんが、ね、牛乳を飲む方でしたら、別に牛乳を使えばいいんですけれども、何気に牛乳を飲まない方はちょいちょいいらっしゃると思うので、こんな作り方も参考にしていただけますと幸いでございます。で、いつもだったら、ね、ここで洗い物をしてから食べるところなんですけど、パスタの場合は、ちょっとこの温かさが命なので、洗い物を後にして先に食べてしまいたいと思います。そんな感じで、クリームパスタの完成でございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。じゃあね、バハハイ。